社長部長の YouTube の社長です。今日はですね、ドリルドライバーとインパクトドライバー、こちらの機種の違いの特性をですね、分かりやすくデメリット、メリットを含めたところで、紹介していきたいと思いますので、最後まで、ご視聴ください。実演を含めてやっていきます。ハイコーキさんの 10.8V の 4A のドライバードリルとインパクトドライバーを使用します。今回なんで 10.8V を使ってみるかというと、よく DIY の質問でドライバードリルを先に購入した方がいいのか、インパクトドライバーを先に購入した方がいいのかっていう質問がよくあります。 14.4V、18V、36V 機種ありますけども、この 10.8V でもですね、 DIY に関しては十分な能力を発揮できると思いますので、この2つの商品で検証していきたいと思います。まずはドライバードリルからいってみたいと思います。ドライバードリルのですね、一番大きな特徴はメモリがついてますけども、トルクをですね調整してクラッチ機能を効かせることができます。締めすぎを防いだりですね、対象物の破損を防ぐためにこのクラッチ機能というのがついてます。それとドライバードリルはですね、この先端工具を取り付けるときにはですね、キーレスチャックといいまして、入れてもらってあとは締め込む感じになります。これ実際打ってみたいと思います。コーススレッドの65をちょっと打ってみたいと思います。ドライバードリルの方のですね、一番クラッチが効きやすい1、もう最弱ですね、で打ってみます。どんな感じになるか、こんな感じで、もうすぐクラッチが効きます。これをですね、ちょっと段階的に上げたいと思いますけども、5ぐらいでですね、ちょうどいい感じになると思いますんで、こんな感じでもう面で、トルクがかかった状態でクラッチが効きますんでね、こんな感じでもう締めすぎが防げますということです。で次にですね、インパクトドライバーでどんな感じになるか締めてみたいと思います。インパクトドライバーはですね、先端工具の取り付け方がですね、このスリーブを引くことによって、簡単に装着することができます。こんな感じでガタガタガタってなったと思いますけども、これはインパクト特有のですね、回転方向に打撃を加えてトルクで締めていくっていう形なんで、こんな形になります。慣れたらこんな感じで止めることはできますけども、ドライバードリルとの違いはですね、クラッチが効いて止まるか、それから調節で止めるかということでなります。はい、次はですね、コースレッドの90を締めてみたいと思います。こちらの方はですね、ちょっとトルクの方を上げて、クラッチの効かせるのをですね遅くしてですね、揉んでみたいと思います。こんな感じで、クラッチが効きましたね。次にインパクトドライバーいきます。こちらの方はですね、やはりネジ締めには、特化した機種となりますので、スムーズに入っていくと思います。こんな感じでトルクがかかった状態で打撃、インパクトを加えますんでね、かなりスムーズに入っていきます。はい、じゃあ次はですね、6-120と言いまして、いつもおなじみのこの太いビスですけども、こちらの方を締めていきたいと思います。こちらの方はですね、ドライバードリルで、一工夫することによって、スムーズに、使いこなすということをしてみたいと思います。一番クラッチが効きづらい、一番力の強いところでですね、この6-120締めてみたいと思います。こうやってもうクラッチが効いてですね、もう締まらなくなってます。この時ですね、どうするかって、もう使えないのかこのドリルドライバーって思いますけども、これは使い方にもよりますけども、ドリルドライバー、穴を開けるにも優れた機械なんで、下穴をほぐという作業をしてみたいと思います。それでは実際ですね、下穴を開けた状態で締め付けてみたいと思います。こんな感じでドライバードリルでもですね、太い長い径のビスも下穴を開けることによって締め付けることができます。ドライバードリルはですね、太く長いビスはある程度のとこでもう止まりましたけども、こちらの方は打撃を加えて締め付けていきますので、トルクがかかってダダダって音がしますけども、最後まで締め付けていくことができると思います。というわけで、
実際インパクトドライバーとドライバードリル3種類のビスを打ってみました。インパクトドライバーはさすがにですね、トリガーの調整をすることによってコースレッドの方も面で止めることができますし、太いビスもですね6の120も打撃を加えることによってちょっと 10.8V なんで苦労はしましたけども、最後まで締め付けることができました。そしてドライバードリルの方はですね、コースレッド65、90ですね、ある程度トルクの調整、クラッチを効かせることによって面まで揉むことができます。そして最後6の120打てませんでしたけども、こちらの特性はですね、下穴をほぐことによって、きちっと太いビスもですね揉むことができるんで、ちょっとした工夫で同じような使い方はできます。次はですね、ドライバードリルの特性を生かしたビスの締め方をですねしてみたいと思います。小さい2ミリの30ちょっと細い小さいビスですね、それからタッピングビスの4の30こちらの方を木材の方に打ってみたいと思います。それではタッピングビスのですね4の30っていうやつをドライバードリルのクラッチ機能を効かせて揉んでみたいと思います。ちょっと早めにクラッチが効きましたけども、こんな感じで、次はですねマキタ登場しますけども、同じ 10.8V です。こんな感じで面で止めることができます。ただこれはですねトリガーの方で調整しましたんで、そのまま引き続けるとこんな感じで締まり続けるような形になります。でもっと小さいビスでちょっと試してみたいと思います。次にですねこの小さい2ミリの30っていうのをドライバードリルで締めてみたいと思います。ちょっと細いんでちょっと神経使いますけども、こんな感じで、はい、じゃあちょっと次インパクトドライバーで締めてみたいと思います。わかりますかね、ちょっと小さいビスになると、ちょっとこう腕もあるんでしょうけども、若干ちょっと舐めた感じ、カタカタって なる感じがしますね。じゃあまずドリルドライバーからですね、この小さい長板のこのビスもちょっと小さいですね、これを取り付けていきたいと思います。見えますかね。見えます。本当ちょっと私の腕があれなんですけど、こんな感じで、はい、ちょっと不器用なんでこんな感じで仕上がりましたけども、ちょっと今度インパクトドライバーで締めたいと取り付けたいと思います。こんな感じでちょっと舐めた感じがあるでしょ。ありますね、これ難しいこんな感じでね、カタカタって言いますね、はい、手ドライバーでもいいかもしれませんあえてやってますけどね、やっぱ細かいビスを打つときはちょっとインパクト舐めちゃいますね。そうですね、はい、じゃあドリルドライバーでこのプラスチックの湯を取り付けていきます。いいですか。はい、本当は位置を出さなきゃいけないでしょうけどね。ちなみにプラスチックとか樹脂を下穴開けるときはこの鉄鋼切りがいいと思います。こんな感じで開けて、こんな感じで取り付けていきました。じゃあ次にインパクトドライバーいきますね。はい、同じく鉄鋼切りで、まあ、早いですもんね、穴開けるのは。あ、ほらこんな感じで、あ、割れてますね。ちょっと失敗するとちょっと今わざとやったわけじゃないですよ。ちょっとこんな感じで破損してしまいました。やっぱりトルクはかかるんで、こういう風に対象物をちょっと破損させてしまう危険性があります。これ多分上手い方ならですね、多分途中で止めれるんでしょうけども、なかなか慣れてない方はこういう風な危険性があります。小さい作業ですね、ちょっと長板の方は両方難しかったですけども、下穴を開けて、それから
こういうちょっと破損が気になる対象物に関してはですね、やはりドリルドライバーの方がいいかなと思います。じゃあ今度はですね、実際にこの穴を開けてみたいと思います。ドライバードリルですね、穴を開ける作業とネジを締める作業、これ両方をいける機種になりますんで、今木工切りのですね 22mm がついてます。こちらの方を開けていきたいと思います。回転数を落とさずに漕いでいくことができました。次はインパクトドライバーで、同じような作業をしてみたいと思います。はい、インパクトドライバーで、今から穴を開けていきますけども、直接ですね、こういう太軸のやつはですね取り付けませんので、 6.35 の六角軸を使ったドリルチャックですね、これを1回装着してですね、こんな形で、穴を開けていきたいと思います。こんな感じで、木材を 22mm の切りを使ってですね、開けてみました。画面で、分かったかどうか分かりませんけども、インパクトドライバーはある程度のところ負荷がかかった状態で出力をですね、打撃の方に、回してしまうんで、回転力が落ちます。ドリルドライバーの方はそのまま回転数を維持したまま掘っていくんで、こういうドリルですね、回転で掘っていくものに対してはですね、ドリルドライバーの方が有効かなと思います。次はですね、鉄に穴を開けたいと思います。8mm の切りと 32mm のホルソー、こちらを使ってですね 6mm の鉄板と、それからアングルですね、4mm のアングルにそれぞれ、穴を開けていきます。両方この先端工具ですね、やはり回転で開けていく工具となりますので、ドライバードリルとインパクトドライバー、どういうふうに穴を開けていく作業で差が出るのか、特性があるのか見ていってほしいと思います。それではまずドライバードリルですね、 6mm の鉄板に 8mm の穴を開けたいと思います。いいですか？はい。こんな感じで結構時間かかりますね。時間かかりますけども、ほとんど回転数が落ちないんで、ずっと切り子がずっと同じ状態で上がってくるんで、開けてる感じがしますね。あんまりそんなストレスはないと思います。時間はかかりますけどね、はい。次インパクトドライバーで、同じように、鉄板に穴を開けていきます。打撃を加えて、ある程度スピードが速く開けていきますけども、この中でちょっと刃がちょっと心配かなっていうところがあります。スピードはですね、多分インパクトの方が今速かったと思いますけども、開けてる感はやっぱりドライバードリルの方がありますね。ホルソーの 32mm、ドライバードリルで、穴を開けたいと思います。ずっと一定の回転数で開けていく感じですね。はい、次にインパクトドライバーで同じく鉄板にですね、ホルソーで 32mm の穴を開けます。いきます。はい。
実際ですね、今ちょっと掘るそうで、穴を開ける途中でちょっとやめました。というのがですね、かなりちょっともう打撃を加えるんで、もともとホルソーあんまり打撃を加えたらいけない商品になってますけども、今実演なんでちょっとやってみました。もう刃先がちょっと心配になるぐらい、やはりこういうふうに、穴を開ける作業にはですね、ドリルドライバーちょっと時間はかかりますけども、穴が開けれる感じはします。というわけで、木工切りの 22mm、 そして、鉄工切りの 8mm、ホルソーの 32mm と、それぞれ木材と鉄にですね、穴を開けてみました。8mm の鉄工切りに関してはインパクトもドリルドライバーも綺麗に入っていきました。穴を開けることができました。特にインパクトドライバーはですね、これぐらいの径だとスムーズに穴を開けれた感覚にあります。ただですね、こういう台形になってやはり回転で穴を開けていくっていう先端工具になりますと、回転数を維持できるドライバードリルの方がですね、確実に穴を掘ってるっていう感じがしてきました。でやはりホルソーはですね、打撃を加えると若干刃の心配もありますんで、ドライバードリルで穴を開けた方がいいかなと思います。じゃあ次はですね、ちょっとトルクの必要とするボルトの締め付けをしてみたいと思います。こちらの方はですね、やはりインパクトに分があるかなと思いますけども、ちょっと足場のクランプですけども、これを締め付けてみたいと思います。もうきちっとトルクがかかって締め付けることができます。そして今度はちょっと緩めてみますね。こんな感じで締めて緩むというこのボルトのナットですね、作業がきちっとできます。次にドライバードリルでこの作業を行ってみたいと思います。ちょっとこんな感じで、もうちょっとトルク不足ですね。ちょっとマックスでいってみますけども、こんな感じでちょっと締め付けが厳しいですね。今度緩めてみます。こんな感じになりますね。力いっぱい締まった時にドライバードリルで緩めれるかをやってみますね。じゃあちょっと、インパクトドライバーできっちり締め付けたやつをドライバードリルで外すことができるかですね。もうこんな感じで緩めることができません。こういうちょっとトルクが必要な場合はですね、やはりインパクトドライバー、回転方向に打撃を加えて緩めたり締めたりする機能がついたインパクトドライバーがいいと思います。ただ、ドライバードリルもですね、ある程度のところまで締めてスパナで外すとか、こういう作業をしてやればですね、基本的に使えないことないんで、ある程度のところまで、緩めてあげてね、このドライバードリルで緩めるとか、締めるときもある程度のところまで締めて、本締めをきちっと手工具でやるっていうこともできますんでね、1回で行こうと思う時にはやはりインパクトドライバーが有効かなと思います。最後にですね、ドライバードリルの機種にはですね、こういうふうにハンマーの絵が描いてると思いますけども、振動ドリルの機能がついてる機種もありますんでですね、コンクリートに穴を開けてみたいと思います。開きました。次に、インパクトドライバーで、開けてみたいと思います。じゃあインパクトドライバーで、開けていきます。はい、コンクリートに関してはですね、スピードもあまり変わらず、振動をかけた時とインパクトドライバーですね、あまり大差はなかったと思います。次にですね、こういうタイルですね、こちらの方に穴を開けてみたいと思います。ドライバードリルです。振動機能をつけてますね。すいません。こんな感じで穴が開きました。次にインパクトドライバーいきます。
こんな感じで開きますね。ちょっと石の方にですね穴を開けてみたいと思います。3センチほど穴が開きました。次にですねちょっとインパクトドライバーでも穴を開けてみたいと思います。こんな感じでですね多分もう5ミリも穴を開けれてないですね。こちらはですね振動ドリルとインパクトドライバーの特性の違いで、振動をかけることによって回転方向じゃなくですね垂直方向に振動を加えていきます。このことによってコンクリートに穴をコンクリート石にですね穴を開けれたと。インパクトドリルの方はこんな感じで、ずっと回転していきますので、切り子もたまりますし垂直方向に打撃が加わらないんで、穴を開けることができませんでした。はい、というわけで、実演を見てもらいましたけども、まあ、個人的な感想結果から言いますと微数打ちもできますけども穴を開けることが得意なドライバードリル、そして穴も開けれますけども微数打ちの得意なインパクトということです。それぞれですね皆さん使い分けて選んでみてはどうでしょうか。次回もまたいろんな製品紹介実演していきますのでどうぞご視聴ください。今日は最後までありがとうございました。あれなんであれ締め付けていくことができました。今のはちょっと今のはちょっと早いですね。